全日本に出ることになりました伊藤正成です、去年一昨年と、まあ、ブラジル行ってアリーナクロス出てたんですけど、でまあ今年は3月にタイで世界選手権があって、でまあそこで、まあ、19位でポイント、まあ2ポイントなんですけど取れて、でそこでタイ選手権走らないかってことで、まあ、今年は全然タイ選手権走ってるんですけど、でまあ今回まあ、元スペースと成田工務店さんとあとサスペンションエッジさんがバイク用意してくれるということで、でまあ今回と次の名阪と最終戦のスゴの参戦に出ることになりました。で、まあ、正直、まあ、ここ3年海外でレースやってるんですけど、まあ、もう正直日本でもう一回全日本回りたいなと思ってて、でまあそれで来年のチーム探すという意味でも、まあ、今回と次の2戦で、まあ、何とかいい成績を残してアピールしたいなと思って、はい、挑んでます。走ってたんですけど、まあ、初めて3年前にブラジルへ行って、まあ、思ってたよりもなんていうんですかね、まあ、かなり進んでるっていうか、まあ、みんなちょっとアメリカみたいな雰囲気があって、すごい、まあ、普通に生活するのもバイクに乗るのも、まあ、すごく楽しかったです。あと、まあ、治安が悪いって言われてるんですけど、まあそまあ、一回も危ない目にはあったこともないし、かなりまた行きたいなっていう気持ちです、ブラジルは。タイは、まあ、30年ぐらい前の日本みたいな感じなんですけど、でも、まあ、お金持ちの人はすごいいい車に乗ってて、まあ、iPhone とかみんな持ってて、なんかすごい今と昔がなんかもうぐちゃぐちゃに混ざってる感じで、まあ、それはそれで楽しいです。まあ、いいですか。タイのレースは、そうですね。やっぱりすごく観客が見に来るし、草レースでもすごい田舎で草レースやったりとか、すごい人が来て、で横ではフリーマーケットみたいな、フリーマーケットじゃないですけど、まあ、市場みたいなのがずらーって並んでて、お祭りみたいな一つのレースなんですけども、すごくにぎわってて、まあ、日本では考えられないような感じですね。日本ですごく常識から外れてる人でもブラジルとかタイって全然普通の枠に入っちゃう。だからなんかそう考えるとすごくなんていうんですか、行きやすいっていうか、そういうのを感じなかったです。なんかあれ、俺もっとなんか違うことしたのかな。やっぱりモトクロスちゃんとしたっていうか、結構、まあ、ブラジルでもタイでもかなり適当で、まあ、タイなんで最近気づいたんですけど、僕のチームはガソリンがレギュラー入れてて、なんか走んねんなと思ったら、やっぱレギュラー入ってたとか、エアクリーナーとかもオイル塗らないし、なんていうんですかね、まあ、日本の感覚で言ったらちゃんとしてないっていうんですか、まあ、そういうのがあんまり、まあ、一回、まあ、僕の感覚でちゃんとしたモトクロスを一回やってみたいなって思ってるんで、はい、だから全日本で来年走りたいなと思ってます。